幕張新都心幕張ベータウン幕張クリーンセンター幕張クリーンセンターは千葉県千葉市三浜区の幕張ベータウン内にある一般廃棄物の中間処理施設廃棄物空気輸送システムを利用している1991年10月より幕張新都心のタウンセンター地区1995年3月には住宅地区である幕張ベータウンにて稼働を開始しており 処理方法としては廃棄物空気輸送システムを利用し、1日あたり60トンのゴミ輸送を行っている。日常のゴミは、各外区に設置された専用のゴミ投入口から地下の貯留層に貯められ、共同交中の空気輸送管で空気の流れに乗せて輸送されている。このシステムの導入により、悪臭やゴミ散乱が防止され、住宅地の景観、環境維持を実現している。 2016年4月1日より千葉市環境局が千葉県企業庁から廃棄物空気輸送システムを引き継ぎ収集したゴミは千葉市の製造施設へ運搬し処理している。システムを維持するため必要となる回収費などは千葉県が負担し運営費については幕張ベータウンのゴミ排出量に応じて 千葉市が収集運搬を行った場合に必要となる収集運搬経費相当額を運営費の一部として負担し、残りの経費は千葉県が担う方向で調整を進めている。2019年9月から廃棄物空気輸送システムの輸送管に穴が開き地下水が流入していることが判明。復旧までに長期の時間がかかるため、同年9月6日から当面の間は、 マンションの出入り口などに集積場所を設け、ゴミ収集者による臨時回収を行っている。環境局資源循環部廃棄物施設維持課、幕張クリーンセンター、千葉市、2019年9月17日閲覧。地下開発利用研究センター幕張、新都心ゴミ空気輸送設備、2002年3月、千葉市、幕張新都心、ゴミ空気輸送の運営引き継ぎ。 日本経済新聞。2019年9月17日閲覧。千葉市、引き継ぐ方針示す。県企業庁と、方針一致住民負担求めずベータウンゴミ空気、輸送千葉市議会代表質問。千葉日報。2019年9月17日閲覧。AB、ゴミ輸送システム故障管理穴、復旧2年以上千葉市、幕張ベータウン。千葉日報。 2020年1月6日閲覧、ありがとうございます。